はい、暑いお昼間を避けまして夕方の南足浜、ベランダの方へやってまいりました。こちらですね、西側の方はサマーカーニバルが開催されますので、このような形で例年通り、柵が、だんだんできております。こういう感じですね。当日はもうこちらの方では、お昼ぐらいからはもう釣りができなくなりますのでご注意ください。釣り場の様子です。こんな感じですね。まあ平時ということはもうありまして釣り人はちょっと少なめです。それでは釣果の方ちょっと見てまいります。ベランダの西側のですね、こちらのは、こんな感じでグレちゃんが釣れております。まだまだグレは狙えますね。いい感じです。はい、こちらのですね、グレと一緒にですね、チヌ、これもいいサイズですよ。チヌも釣れております。お腹の中にはね、イガイがまだ入ってたそうです。はい、オキアミフカセですね。こちらの方で、チヌが釣れております。夏チヌ全開ですね。こんな感じです。今日は何を釣れましたか。これはチヌマックスプレミアムかな、違うな何でしょう。激穴入れてあるやつを買ったんです。はい、こんな感じですね。よいしょ。はい、いいサイズのチヌでございます。